ハリエット・オーストラリア動物園、ハリエット・ハリエットは、175年生きたと推定される、ガラパゴスゾウガメのアシュ・サンタクルスゾウガメ、ジオコロン・ニグラ・ポーターである。人類の知る最も高齢の動物とされる。もともとハリエットは、チャールズ・ダーウィンによって1835年に初めて、ガラパゴス諸島で捕獲されたものだと考えられていた。 捕獲された時は皿1枚ほどの大きさであり、6歳だろうと推定された。確かにダーウィンは3匹のカメを捕獲し、ビーグル号で母国イギリスに持っていったが、遺伝子判定によって、ハリエットはダーウィンが一度も訪れていない、サンタクルス島の固有アッシュであることが示されているため、ダーウィンが持ち帰ったカメではない可能性が高い。 一世紀以上もハリエットはオスだと間違えられ、従ってハリーと名付けられていた。99年間ブリスベンシティ植物園にいた後、ザ・クロコダイル・ハンターという動物番組で知られる、スティーブ・アーウィンの所有するオーストラリア動物園に移された。2005年11月15日、175歳の誕生日がオーストラリア動物園で祝われた。2006年6月23日、 動動物園で心臓発作により死亡した。ありがとうございます。